友山話第223話、満州移民、男盛りを惜しみなく、石田峰吉さんのお話。ワシンタが家内と男の子一人連れて竜太鼓へ入植したのはな、昭和17年の5月17日で、国田家吉太や石田弥吉太も一緒やった。思い立ちはこっちにおるとさえが召集で取られると。そしてもう一つは、あの自分は食うことが随分偉かったろ。満州は食うことは心配がないんやと。そういう話やったで。ワシンタのようなおじっこの何にもないものは土地がもらえるんやで。ああいうとこへ行くべきやと。そう思ってな。玉木さんに申し込んで行ったんや。ワシントン行った時は、住み三代吉さんたが事務所をやって、団長は山地号の本部にござったで、善左衛門さんが団長代理をやっとだったんや。ところが、ちょうどワシントンの行った時、牛道村から住み作平という人がござったわい。この人は石之助さんのいとこで、その片腕と言われる人物で、ようできる人やった。ほんで、その人に団長代理をやってもらって、ワシンタの明畑の部落の団長に立ってもらった。ところが、その年に飛騨から4家族来て、その中に大下という村長までやらしたという人格者がおだったもんやで。その人に作平さんの後をずーっとやってもらったんや。その時分、玉木さんは、おだったんやけんど、あの人は、団の指導員でな。内地へ帰って、人を募集して、連れてきたり、県へも、出させてんならんし、新京の万卓へも、始終、行かせてんならん。万卓は食うことは、ちょっともせんけんど、着ることは、家を建てる、格や板、国からセメント、ガラスから敷物、全部、万卓が、世話してくれるわい。ほんで、欲しいものは、団の事務所で、固めて書類を出したりすりゃ、万卓は、ちゃんと、送り出してくれる。そういうことの権限は、玉木さんが、握ってござるんや。ほんで、あの人に、団長代理で、事務所に座っとってもらうことは、できなんだんや。規則から言うと、入職してから3年間は共同経営をやらんなんのや。3年のうちにやり方もわかり、満州の言葉も多少覚わると。ほんで、ワシンタの前の州は3年間団経営をして、4年目に個人経営に移らしたんや。ところがワシンタから1年縮めて2年にしてやると。2年だけは真面目に団経営をしてもらわんならんと。その代わり、そのうちは金は一銭も取れんと。ほんで、取ったものを売って金にして、分け合うんやぞよと。そして、事務所費がどんだけいった。みんなにこんだけと。とにかく、いくら入るわからんのや。売ってみんことには。団経営のうちはそういうやり方やったんや。個人経営に移ると土地が一人に6丁5単通もらえるん。水田が4丁部、畑が2丁部。五単部ってものが屋敷とその黒周りの野菜畑としたもんや。ところがよ、土地がよ、畑わしゃほっと覚えとらんがよ、田んぼだけで350丁部あったんや。わしゃ、初行ったとき、1年は水田の係でな、水田ばっかやらしてもらったが、なかなか一人に4丁物くれたって、350丁もあるとさえが、どえらい面積やろ。とっても作れるもんでないし、ほんで朝鮮人がグロにずっと100個、小作に入っとったんや。田んぼ仕事って言うと、朝鮮人の右に出るものはないって話や。ずいぶん上手やな、器用なし。彼ら住んどってやりづらんだけのもんでな。俺は上手や。わしゃびっくりしたが、夏になると城へ長い
ズボン履いて、手首のとこまで来るピシッとした真っ白いシャツでな。でかやな麦から帽子かぶって、タバコ吸ってやーぶらーっと歩きまっとる。そのしこでお前、田んぼへ入るんやでな。足はまあすねから下は濡らしあるで、ズボンはちょっとあえてくくっとりあるけんど、袖なんか全然あえんでな、田んぼへ突っ込むに。それでおって田植えなんかせるねよ。そこらに泥がついたなんてことはない。そりゃ早いで、早いって早いって、とっても珍しい早いな。それぐらい早いでよ。彼らは田んぼ専門で上手に作りあるでよ。個人に割り当てられた田んぼで、人を頼んでやってもせいぜい一丁部か一丁五反しか作れんやろ。ほんで、よう作らん分はみんな朝鮮人に小作してもらったんや。とにかく寒いとこやで、春一日仕事を遅らかすと、秋へ行って一週間遅れる。そんなとこやで忙しいってて朝鮮人を頼んでやりゃ、彼らの方が手をつくで、秋になって彼らの方が取れなんだっていや、やっぱり予定通りのコクが入らんでな。そいつにお前、教室の割り当てをよ、全体で600トン食ったんやで。口で600トンと言うけんど、馬車に何十杯っていう、どえらいこっちゃで、そりゃ。それがよ、おかげさまとようできて、610トン供出したで。全満一やってて褒められてな。保証物資の反物やな、裕福にもらったこっちゃった。こう言うとお前たちはそろばん弾いてみて、あれれって言うかもしれんけんど、田んぼはできんのよ。一旦に三道病で指標か、指標班よ。やり方がやり方やでな。みんな種でばらまきじゃぞよ、お前。それも具合をまがんとさえが浮いてまうしな。ほんで打ち込みでやったんや。近所に東洋一っていう農事試験場があってよ。そこでタコ足っていう天板機を発明したわい。それで一日一生懸命巻いて行ったんやったかや。これから今度はもう一つ進んだ上半機って馬に行かせる機械を作ったんや。こいつを借りてきてやったが、これやと夜うねかいつうね一遍に巻けるんや。そうや、あの水は変わっとったな。スワラの電気の用水くらいな水路が2本取ってあったが、それが泥水でな。生ぬくとえ水でよ。その水がまたとっても肥料があるんや。この辺では水口が立ってできまえ。あっちでは見知りが立ってまうんや。こんまこい花土が来るんや。ねえばい。こうしてよ。悪いことには、酔ったような草の実が流れてきてよ。生えるやんな。生えるって。一番怖いのは、我慢が怖いんや。それとな、一枚一丁部っていう田んぼが、だらやんな。そんな田んぼはな、ちょっと風が吹くとよ。波が、タタタタタタッと来て、あぜを洗ってまうんや。農事試験所やな、細かく仕切って、丁寧にやるやろう。そのくらいやで、はや、稲穂から違うでな。そんで、試験所の主が言いました。もうちょっと面積を縮めて、丁寧に手入れして作れって。その方が体が楽でいいって。そうやけんど、一人に四丁分もくれるもんやで。うん。とにかく、二がんならんのやでな。旗の二丁部は、うねで勘定してくれるわ。わしのもらったやつは、幅が24うねやった。それが、ずーっと、長いんやで。向こうの端におるもんには、いくら呼ばったって、聞こえんでな。人間が小さく見えるで。無論、ここらみたいに、探りゃせん。みんな、
リージャンってもので馬にかけてチャッ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 と切っていくんやな。種まきも馬やで、悟りだけはそうはいかんわい。砥石で刃をつけた中刀図ってやつで取っていくんやがな。一生懸命汗かいて休まずにやって無声へ着くと昼飯や。一日に二うねやな。それがさ、万人を頼むとさえが、万人は普段は牛みたいなで、あんなことでな、と思うが、どうしてどうして、二うね持っていくんやんな。おらんたの倍やな。とってもかなわな、もだあねえも。悟っててもダイズでもコーリャンでも機械で筋巻きしたまんまやで、一本立ちになるようにすんてかんならお前、わしらんた手でくうなりこんですぐるに、彼らは中刀図でちょっ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 とやるだけですまいてまうでな。万人は旗作りときたらこりゃまた上手やな。その旗がまた石一つないんでな、田んぼ土みたいにネバネバでな、アルカリ性やもんで、雨が降ったって言うと粘りついてまってよ。ゴム旅なんか生えたって歩けやせんで、裸足になってまうな。そうなると自転車やゴム車の調備中やな、上が天候になってまって動きやせんでな。ほんで雨降りには金輪のターチョばっかや。花輪なら天候になっても落ちるでな。濡れりゃねばいもんの、それが乾いたら今度は石みたいなもんや。馬車が登ったってつぶけんでな。入職して2年目の年にな、当時事務所の方は現場監督が山内七蔵さで、会計が小倉貞一やったがな、七蔵さんがわしに、お前馬車の方の責任を持ってくれんか、金を扱わんならんし、お前だけには具合が悪いって言わした。馬を使ったことはないし、馬は怖いで弱ったなって言ったら、ここへ来て馬は怖いなんてとっては具合が悪い。馬が怖けりゃ直しかやってくるよ。馬方は万人をつけるで、ってことでな。馬車、馬車の責任をもらってな、三月ほどした時やった。満卓から八分板が、来たんやんな。八分板はもったいないし、こいつを二つ割りにせりゃ、だいぶわめくっても三分板にはなるで。二枚にして壁板に使えやいで。馬車に一杯町の製材所へ引いてったんや。ところが万人の親方が、そりゃ無理やって言うんやんな。こんなものをようわらんのか、なんて言おったら、そんならお前引いてみようってことになった。よし、俺が引いてくれる。ってて。ノコを見たところが、ノコが悪いんや。ノコ直えて引いてみたところが、運よ、八分板が二つに、パッパッと割れてまったんやで。びっくりこいてまってな、いっぺんに、大人、大人って、言いずるんないかよ。そしたら、親父が、どうかしてこれからノコだけ直えてくるよ。そうせりゃお前の持ってくる材料はどんだけでもタダで引いてやる。って言うんやんな。こうしたらそれがつかがりで段で馬車引きはさせておけんで建築の主任になってくるよ。やろう。ひちまはさっぱり命令下えていいよ。万人を使ってやりゃいいで、お前は監督やぞよってことで。とうとうわしは最後まで建築員で事務所の月給取りになってまったやんな。ほんで三年目に土地を分けてもらってもわしんたは作れんやろ。こしたらひちまが七人組を作らしたんや。ひちまとわしは働けんで次々の月給を組へぶち込んで、五人の衆は一人当たり一丁部の検討で百姓したんや。ひちまは言わした。できんとこは人を頼んでやらせるで、手使いはさせんと。とにかく、こんだけはやってもらわんと、俺んたも儲けるつもりで来たんやで、
みんな盛りだった州やで、今から偉い様になってやってくれては弱ると。みんな一生懸命やって、人儲け狭いかって。ひちまも力を入れてくだれるし、わしら、ひちまだよりやったで。そのおかげで、わしも30代の男盛りやったし、結構張り切ってやったもんやった。